百両。ほら本当にありがとう。なるほどね。ボウフラー人を刺すような金になるまでは泥水のみのみ行き知らないか。憎しみは貫く、とことん待てろ。よっぽど惚れていなすったね、奥様に。とことん待て。せんだって金は部屋代から飲み代まで払っていただいたの。俺言うのもお前だ。嫌な色見つけちまった。え、山吹色。あら、人間をダメにする色だな。もし、あ、はい、お縁が大変ありがたいことをしていただいて、なんともお礼の申しようがございません。で、その節はまた船着き場でお助けをいただきまして、どうもお礼が遅くなりまして。俺たちでも手の届かねえずーっと上の偉いさんだ。散々漏れたを利用しやがって邪魔になったら俺たちに始末させる。上に立つやつの考えるのはいつも一緒だで。いや、森田屋というやつだ。ああ、分かってる。主人、電気を太鼓で出してくれ。さてはこの場の皆様方、ちょいと出ました私も。貴様、生意気な面しやがって。奴は全くとんでもない奴だ。どうしようもない奴だよ。話ってお前、よう喋らんくせにやな。話し合ってる場合のお前やなか。話してきたら。お前に関係がないんじゃ。どう出てくれ。あれかい、関係ないってお前と俺と相棒やないかい。土佐藩の浪士坂本龍馬、何か用かな。おう、お藩か。拙者は薩摩の田中新兵衛。口の悪かやつは人斬り新兵衛とか抜かしちょる。
薩摩の人斬り神兵か。覚えておこう。坂本は裏切り者なんかじゃないよ。それは俺が一番、ガキの頃からの付き合いだし、坂本のことは俺が一番よく知ってる。やつはな、根っからの金の塔だ。でもこのタコってうまいもんだね。うん、これな、このコシコシっていうとこな。まあいいだろう、いいだろうって言ったらジロッと見るんだ。まあいいだろう、ジロッこうつけ、うん、これは笑ってこれは笑って、まあいいだろう、それでまあいいだろう、中からギロッと見てやるんだ。それで目がギロッと光って、いっぺんこの全部自分の中に飲み込むんだ、人間を。それからこの俺とこうの付き合いだと。こうか、いや、あの、た、くりか、畳へちょっと突き刺してる。ねえねえ、ここでいいだろう、ほら。お、来たか。少
無理やねん。一冊入れてほしいわ。そうやないと嫌。10年間たまにいい思いをさせたことはあんまり覚えてない。嫌な思いをさせたことはよく覚えてる。でもそれが何年何月何日に、嫌な思いさせたかってそこまでこう手帳に記してないけども、玉尾の頭の中にそれはあるだろう。でも30年間一緒にいて、そうね、玉尾以外の、人ってと一つ屋根の下でこう一緒に過ごす人のことを想像したことはない。今のままずっと行くんだから、ただ今初めて苦労かけたわけじゃないから、ねぎらいなんて言葉言ってた時は大変だもんなあ。でも まあこれだけの芝居もうまいし女優さんなんだから最後まで女優さんとしてのそのあれを全うしてほしい。全て俺のから受けた苦労も何もかもそれを自分の体験にしていい芝居してくれ。芝居が上手くなったそれは俺と一緒にいたおかげだと俺は思う。長いことご苦労さんなんても言えないしね。だけども本当にありがたいとは思ってるよ。切っちまった時には目先が真っ暗になる。
目先や鼻から真っ暗だよ。どこで果てようと誰が泣く知らぬ他国のセミが鳴く